川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。こんばんは、川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件、パーソナリティの川口里奈です。この番組はいつか事務所の自動ドアが開くことを夢見て成長していく私の物語です。のりだけ第46回目、10月最初の放送でございます。10月最初ってことで、街はハロウィンに向けてオレンジ色に染まってきている。私の家もオレンジ色に染まってきております。着々とこれ以上増えたらちょっと大変なことになりそうかぼちゃで埋め尽くされそうな勢いなんですけれども、そんな明日10月7日はミステリーの日だそうです。1849年、10月7日に推理小説の先駆者と言われる江戸川乱歩が亡くなったことに由来されているそうです。まあ、ミステリーといえばね、ね、人の死、そんなね、まあ確かにミステリーの日って言われればそうなのかなって思いつつ、ちょっとまあ軽いんじゃないかなとも思いつつミステリー作品ね、私結構好きなのでいろいろ読んだりするんですけど、まあでも最近本読んでないから、それこそ黒木ほのかお姉様とかめちゃめちゃね読書家なので、なんかおすすめのミステリー小説とかミステリー作品聞いてみたいななんて思ってます。そして皆さん、SNS で番組の感想をつぶやいていただける際は、ハッシュタグなりだけでぜひツイートじゃなくて、ぜひ、投稿してください。よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件、スタートです。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。この番組は、ホビーショップあみあみの提供でお送りします。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。改めまして、川口里奈です。先日の9月の24日の日曜日に、テレビアニメ、私が神尾愛役で出演させていただいているテレビアニメダークギャザリングの、上映会、先行上映会とトークショーがありまして、そこでね、今回仲良しの笹原優ちゃん と大先輩の花澤香菜さんと一緒に登壇させていただいたんですけれども、そこでね、すごい楽しいイベントで、なんか私ホラー大好きなので、そのなんか大好きなホラーをね、その皆さんと一緒に共有できたのがすごくすごく嬉しくて、いいイベントだったなっていうのと、あとびっくり事実が判明しまして、イベント内で花澤さんが発言されてたんですけど、花澤さんが通われてる美容室があるらしくって、そこのなんと美容室は私の友達が普通に働いている美容室だったみたいな。なんかりなちゃんのなんか知り合いの友達がいて、その話をしてたんだよねみたいな、みたいな、まさかそこでつながるみたいなことがあって、まさかの驚きの事実をイベント内で知るっていう、ちょっと面白いことがありました。花澤香菜さんはとっても綺麗な方ですよね。なんか間近で見るとね、なんかなんだろう、私からしたらさ、その声優を志す前からなんかもちろん存じ上げていたし、好きな方だったんで、なんか一緒にイベントに登壇するってなんだみたいな感じだったんですけど、ふわふわしてて、でそれはなんかさっさも同じことを言ってて、なんか二人してふわふわして、でもまあ楽しい上映会トークショーになったなって思ってます。なんかこれからもダークギャザリング2クール目がそろそろ始まるんで、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、なんとね、ここでも私のね、成功オタクエピソードがあるんですけどアイドルマスターシンデレラガールズで二宮明日香ちゃんの声優をされて、声を担当されている青木しきさんいらっしゃるじゃないですか。
私最近パーソナルジムに通い始めたって言ったと思うんですけど、たまたま同じパーソナルジムにてか私が青木しきさんのツイ、SNS の投稿を見てここに行こうって言ってもちろんその落ち着かず気になりたいとかそういうのではなくって、なんか好きな方が通われてるなら、私もともと青木しきさん全然つながりとかはなかったんですけど、勝手にその好きで、その世界観というかファッション感だったりとか、その青木しきさんっていう存在がめちゃめちゃ好きだったので、あ、しきさんが行ってらっしゃるなら私もここに行ってみようかなみたいな感じで通い始めたパーソナルジムだったんですよ。で、たまたまトレーナーさんが一緒で、ご飯会をしちゃいまして、なんと私青木しきさんとご飯に行きました。どうします、どうしたらいい、わかんない、なんかだから気持ちがふわふわしすぎて今日なんかやばいですよね。本当にすいません、私は成功したオタクです。刺さないでください、どうか連絡先を交換しましたが、刺さないでください私のこと。これからなんかしきさんに、え、全然タメ口で大丈夫だよとか、え、そんなわけないじゃないですか全然なんか友達になってくださいみたいなことを言っていただけて、友達、いや嬉しいんですけど、ねってね、なんかそういう時どういう顔したらいいかわからないのって思ってはい、ありがとうございますって、もなんかひたすらにプル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 震えておりましたっていう楽しいここ最近の出来事でした。本当に皆様ありがとうございますということで、それではここから皆さんからいただいたお便りの方を紹介していきたいと思います。ふわふわしすぎてやばいんだよね。はい、切り替えていきますよ。ペンネーム土佐のオレンジラビットさんからいただきました、ありがとうございます。なりちゃんこんばんは。こんばんは。河野日和の照れ隠し、黒木ほのかのシークレットショールームへのゲスト出演お疲れ様でした。照れ隠しの方に関してはもう語る必要のないくらい仲の良さが終始伝わってきましたよ。 SSR の方はさや姉としっかり話せる時間もありましたし、お姉さまとのペアリングも見せつけてくれましたね。2番組へのゲストとなりだけの計3番組に出演するなりちゃんウィークでしたが、改めて感想をお聞きしたいですとのことで、ありがとうございます。ありがとうございます。というかもうあみあみさんに感謝なんですけど、本当にありがとうございます。連続でね、なんか私もなんかびっくりしました、あれなんか私ウィークじゃねみたいな感じだったんですけど、そう、照れ隠し、番組の放送的には照れ隠しが一番最初だったのかな。照れ隠しはね、もうでもね、なんか番組内でもまだ見てない方はぜひアーカイブを見ていただきたいんですけれども、なんか仕事でね、ピオとさ、河野日和ちゃんとね、ピオと喋るのって意外となくって、それこそ前回私の番組にピオが来てくださった来てくださったで合ってるんだけどピオが来てくれた時が、まあ、初めてその公の場で2人で話す機会だったんだけど、その2回目なんだよね、仕事でそのピオとこうやってのカメラ前で話すみたいなのが、だからなんか逆に2人してなんか、なんかぎこちなくないみたいな感じになって、一番なんか盛り上がったのは電車の中かもしれないって帰り道かなって。でもね、なんかすごいやっぱアミアミファミリーだと思うので、また私の番組にも来てほしいし、私もピオの番組にお邪魔したいなって思ってます。そしてね、お姉さまのシークレットショールームでございますよ。なんか私真ん中にさせていただいちゃって、なんかさや姉さん、なんか私さや姉じゃなくてさや姉さんとかさや姉様とか呼ばせていただいてるんですけど、なんかちょっとね、不思議な呼び方になっちゃってるんですけど、 それこそお姉さまの番組、私最多出演なので、番組の時にたくさんお話しさせていただいたりとか、LINE とかでね、やり取りとかさせていただいてるんですけど、さや姉様とちゃんとお話しするのって意外と公の場ではそれこそ初めてで、前回のわがままなままっていうシャニマスのソロライブの時に、まあ私がこのストレイのこの並びに入る形で、私がこのスッてね、この 4人組みたいな感じで楽屋の席を取っていたので、でたまたま隣がさや姉様だったので、いろいろ好きな音楽の話だったりとか、そう話させていただいて、でも全然話し足りなかったんで番組
が終わった生放送が終わった後にも今日ありがとうございましたって LINE した後に好きなグループ何ですか、推しは誰ですかみたいな話をしてました。でもお二人はねゲームがお好きって聞いたんで、やっぱ私もゲームをやるべきなのかなって思っております。腰が重い、助けていやでもすごく楽しい1週間でした。なんか収録だったのでね、その私自身が3日間連続とかではなかったんですけど、なんか自分で見返しても面白かったななんて思っていて、本当にあみあみさんもいつも応援してくださるリスナーさんもどうもありがとうございましたということで、ごめんなさい長くなっちゃって、土佐のオレンジラビットさんありがとうございます。ペンネームルーラさんからいただきました、ありがとうございます。なりちゃんこんばんは。こんばんは。事務所のボイスサンプルが新しくなりましたね。違った方向の声を6つも聞けて感謝です。ボイスサンプルのセリフはご自分で全て考えたのでしょうか。特にこれお気に入りとかありますかってことでありがとうございます。そうなんです、でもね実はごめんなさい、青鬼プロダクションへの文句ではございません。これは最初に言っておきます。これは去年に撮ったものです。去年の冬に撮った、秋終わり冬始めぐらいに撮ったもの、いつ帰ってくださるんですか、撮ったもの帰ってくださらないんですか、あ、ごめんねやっとくね、あ、忘れてたごめんね、あ、そうだよね、最後の方にはその担当してくださったマネージャーさんにって言ったら、あ、ボイスサンプルだよねって言われて、なんか再三いろいろこれがまあなんか大体もう1年弱かな続いて変わりました1年弱越しのボイスサンプルでございます。そう、セリフは全部自分で考えております。なんかやってみたいやつとか、それこそなんかこういうキャラやってみたいなとか、あとはまあねちょっと自分の好きな作品のちょっとワードなんかをちょっとチラチラチラっと入れたりなんかしちゃってね、よろずやとかねそういうことを入れたり、あとな結構サイコパスキャラやりたいなって思って、それこそお気に入りのセリフ3、4だったかな、多分ボイスサンプルの4番なんですけど、なんかちょっと狂った女の子みたいな感じのキャラクターの多分サンプルを4番に入れていて、それが多分自分のまあお気に入りというか、でも多分6個上がった中で5番とかはすごいなんかあんまり私自分の中での自分のイメージとして結構ロリっぽいキャラクターが得意なんですけど、5番とかはちょっと大人っぽいなんか会社の女上司みたいな感じのセリフを入れたので、なんかそういう演技の幅とかも広げていきたいなってなんか思って入れさせていただきました。でもねどれも結構いい感じに仕上がったんじゃないかなって思ってます。まだ聞いてない方はぜひ変わっているのでチェックしてみてください。ルーラさんありがとうございます。はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かないけん、ここからはこちらのコーナーをやっていきます。なりチョイス。こちらのコーナーでは趣味がたくさんある私が毎回好きなものや興味があるものを一つチョイスして紹介していくコーナーです。今回チョイスしていただいたテーマはスポーツです。10月9日がスポーツの日ということで、なんかもともとは体育の日、皆さんはそっちの方が聞きなじみがあると思うんですけど、なんか一応オリンピックがきっかけで2020年からスポーツの日に変わったそうです。なんか体育の日の方が聞きなじみがありますよね。ということで皆さんからいろいろなスポーツに関することを募集させていただきました。いや運動のねスポーツももちろんなんですけど、ゲームの e スポーツとか私はあんまり明るくないけど、そう、まあ、人生もスポーツっちゃスポーツみたいなね、何でもかんでもいいですよって言って募集かけたんですけど、なんかそういうお手紙がたくさん届いてるみたいです。私はね結構自分で言うのもなんなんですけど、運動神経結構いいのでポテンシャル高めなんですけどなんかでもそれこそ体育の授業で一番好きだったのは跳び箱とか機械体操、なんかマット使って側転とか前方倒立回転とかあったじゃないですか。私全然跳び箱8段とかも余裕だし、跳び箱の上でさ
前方倒立回転するのとかあったじゃないですか。なんかそういうのとかアクロバティックなことがめっちゃ好きなんですよ。というのも私小学4年生の時の夢がカンフーの達人だったんですよね。え、話してないかな。なんかジャッキーチェンさんいらっしゃるじゃないですか。だからなんかお父さんがこれは前話したと思うんですけど、お父さんが持ってたなんか DVD でベストキットって、あの新しい方のベストキット、多分オリジナル版とそのリメイク版があって、ジャッキー・チェンさんとあとあのジェイデン・スミスさん子役の頃のがあの出演されている方のベストキットを私は見て感銘を受けて、私もカンフーの達人になりたいって思ってなんか目指していましたね。あとなんかディズニーチャンネルとか皆さん分かりますか？なんかうち結構そのケーブルテレビみたいなあのオンデマンドみたいなのがよく流れてる家庭だったので、なんかそこでキムポッシブルっていう作品があるんですけど、チアリーダーが悪と戦って世界を救うみたいな作品がありまして、それでもねなんかまあチアリーダーだからちょっとアクロバティックなことをしながら敵を倒すみたいなことをねやってるんですよ主人公が。なんかそういうのに憧れていた時代があります。今も憧れてます。だからなんかパルクールとかね見るとかっこいいなみたいな風に思っちゃいます。まあやらないけどそうということで、まあそんな私のスポーツ歴でした。球技はあんまり得意じゃないんだよね。でもそうということで、皆さんからいただいたメールもご紹介していきたいと思います。ペンネームイザボーさんからいただきました。ありがとうございます。のりちゃんこんばんは。こんばんは。今回のテーマスポーツですが、中学の頃バレーボール部に所属していました。バレーボールはボールを拾って打ち上げて相手の陣地に打ち込むというのを、ボールが地面につくまで繰り返すターン制バトルみたいなものです。拾うときは両手を伸ばして腕をクッションのようにして拾うのですが、冬場は強いボールが飛んでくると受け止めた腕がヒリヒリしてめちゃくちゃ痛かったです。なりちゃんもバレーボールをやる機会があったら冬以外にした方がいいと思います。なるほどね。バレーボール体育の授業であったんですけど、だいたい体育座りして頑張れーいやーみたいな感じで自分のターンが回ってきてもコートに入らない女をやっていました。あ、いいよいいよいいよ、やんなやんなみたいな。バレーボール部とかに入ってるバレーボールができる子は、まあ、ちゃんと積極的にやりたがるじゃないですか。私はね、わかる、痛いからさこうやってもうさ一生懸命さこうやって何ジャージをさこうしてさやるんだけど、ちょっともう疲れたごめんみたいな抜けるわって言ってね、こういうところがなんかあれなのかな、ギャルマインドとか言われちゃうのかな分かんないけど、いや別にギャルがそんななんか別に真面目じゃないって言ってるわけじゃないですよ。ただバレーボールは痛いから私も苦手でした冬じゃなくても苦手でしたはい、ということでイザボーさんありがとうございます。冬以外にしましょう皆さんも、ペンネームモンコスさんからいただきました。ありがとうございます。なりちゃんこんばんは。こんばんは。今回僕が紹介したいスポーツはラグビーです。ラグビーの魅力はズバリ熱いスポーツだということです。ラグビーではボールを前に投げることはできないので、基本的には己の肉体でボールを前に進めます。またボールを持っている人だけではなく、その周りの選手も仲間のため、チームのため、全員で体を張って戦います。戦うっていう文字がさ、もうもう決闘の闘なのよ戦います。僕も高校大学とラグビーをやってきましたが、その熱さゆえに試合前に感極まって涙を流す選手もいました。現在ラグビーワールドカップが開催中なので、もしよろしければテレビで観戦してみてはいかがでしょうか。最近はルールも解説しながら実況しているので、ルールが分からなくても見れますよ。それでありがとうございます。私マジでそういうなんかスポーツの観戦みたいな、なんか興味がないとかではないんですけど、あんまりその自分から見たことなくて、それこそ前回のサッカーとかのワールドカップの時にたまたまピオと一緒に私の家でつけてやってるのを見て感動したっていうエピソードがあるんですけど、見始めたらね、それこそ感情移入してこっちも感動できると思うんだけど、でも確かにルール解説しながら実況してくれるんだったら分かりやすいですよね。なんかルールが分からないとさ、なんかどっちが優勢なのかもあまりよく分からないし、それが危機的状況なのかどうなのかっていうのも分からないから、なんか現在
ワールドカップって結構長い期間やってるんですか？どうなの？あ、勝ち進んだところとかがどんどんそっか戦っていくのか。ちょっとね、最近地上波を全然見ていなかったのでちょっと見てみようかなと思います。モンカスさん、ありがとうございます。熱いスポーツ、確かにラグビーって聞くとなんか戦うって感じしますよね。ペンネームトレンチコートさんからいただきました。ありがとうございます。なりちゃん、こんばんは。こんばんは。高難易度で何度も敵に倒される死にゲーと呼ばれるジャンルのゲームはもはやスポーツと言っていいような気がします。倒されないように集中しながら戦ってボスを倒すのに数時間かかることも珍しくありません。それを倒した瞬間の達成感はスポーツと同じだと僕は思います。なるほど。死にゲーって例えば何があるんですか？私本当にね、ゲームに明るくないので死にゲーって言われてもあまりピンとこないんですけど、セキロ？エルデンリングはわかる。エルデンリング、パソコンを私組みに行った時にエルデンリング用のパソコンとかなんか売ってましたよ。びっくりしちゃった。え、ゲーム用、そのゲームに特化したパソコンなんてあるんだって思って。確かにエルデンリング、なんかそう、パソコンをその組みに行った時にたまたま見て、それこそ多分このなりだけのスタッフさんにエルデンリングとかなんか面白そうだなって思いましたって言ったら、いやあれは難しいですよみたいな。いや普段からゲームやる人でも無理なのに、多分川口さん結構難しいんじゃないかなみたいなこと言われて、うーん、じゃあいいやって思った記憶があります。そっか、死にゲーか。でも確かにスポーツだね。何度も何度も挫折を味わってからのこの成功体験っていうのは確かにスポーツに近しいのかもしれないですね。死にゲーね、まあ私は死にゲーなんてやった日には多分心が死んでしまうなんか、え、全然勝てない、つまんなってらっしゃるので、私はお姉様とレールを組んで列車を進めるゲームとかがしたいです。お姉様また一緒にやりたいです。あれ、あ、ごめんなさい、話が脱線しちゃった。レールだけにトレンチコートさんありがとうございました。アップにしないでください。アップにしないでください。早く引きに戻してください。取らないですよこの紙ありがとうございました。はいはい、ということで今回はスポーツについてお話しさせていただきました。皆さんナイススポーツでした。イエーイ、ナイススポーツでしたって書いてあります。ナイススポーツでしたなりチョイスではリスナーの皆さんから私に紹介してほしいものや興味がありそうなものを募集しております。皆さんからのチョイスをお待ちしております。そして次回の募集テーマなんですが、海外旅行です。こちらはなんか海外旅行の日が近いらしくって、なんか旅行の日もあれば海外旅行の日もあるんだみたいな、なんか不思議だなって思ったんですけど、まあ、それにちなんで海外旅行に行ったことがある人とか写真があるとかだったらもちろんそれを送ってきていただいても、送ってきてほしいですし、行ったことない方でも例えばじゃあここ行ってみたいとか、こういう憧れのところあるなとか、なんか海外旅行にまつわる何でもエピソードお待ちしております。どしどし応募お願いします。それでは以上、なりチョイスでした。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かないけん。続いてはこちらのコーナーです。一人声チャレンジ。こちらのコーナーは声優にちなんだことだったり全然関係ないことだったり様々なことにチャレンジしていくコーナーです。前回は肺活量チャレンジのリベンジで、なんと前回の記録よりプラス9秒で完璧なクリアを私はしてしまいました。逆に前回はちゃんと息吸えていたのかなみたいなくらいに、プラス9秒ってなかなかだと思うんですけど、まあでもね、なんかどういうトーンでいったかっていうのもね、結構ね肝になってくると思うんですよ。それがうまくいったせいかなのかなって思ってます。ということで今回のチャレンジはこちら、スポーツ漢字チャレンジ。はい、今回はナリチョイスでも取り上げたスポーツにちなんだチャレンジに挑戦いたします。やり方はとってもシンプルです。ボックスから、ボックス、お姉さん、あ、主役です、ごめんなさい、お姉様の番組だこれでもちょっとね、リスペクトさせていただいてる番組ではあるので、確かに主役どこまで行くんですかね、このボックスは。ちゃんとなりって書いてあるからね、お姉様も頑張ってくださいって応援してくださっているので、はい、あ、そっか、
皆さんにねルールを説明しないとで、ボックスから漢字表記になったスポーツ名を引いていって、そのスポーツが何なのか制限時間1分30秒の間に答えていくだけで、時間内に5問正解でチャレンジ成功となるそうです。結構ね見たまんまなのが多いみたいですよ。さっきまあスポーツ名たくさん聞いた気はしない、私が喋りすぎただけまあね、あの見たまんまなんならなんかむしろ推理謎解きなのかな頑張ろうと思います。それではやっていきましょう。スポーツ漢字チャレンジスタートよ。早急、早急って何、ちょっとこれ分かんない分かんない、じゃん、あ、これはまあ右球、これはバドミントンかな、あ、これ分かりやすいね、あ、これはあれじゃない、バスケットボールじゃない、はい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 、あ、確かに見たまんまかも。早急って何マジで、あ、なんか私これ知ってる、テニスだ、テニスね、モンキュー、あ、ゲートボール、お英語ね、イングリッシュね、あ、なんかこれうわ、なんか戦う、え、ボクシング、え、球技、あ、球技じゃないか、あ、そうか、スポーツか、あ、終わりました、あ、いけた、すごい、引いちゃったまたってなんだろう、戦うラグビー、さっきのメールだやった、ま、でも、え、私今回え、めっちゃ答えたんじゃない、え、まだまだ時間ある、え、じゃちょっと ま、あと1問残っている、あと2つ残ってる、一応じゃあちょっと考えてみましょう、あ、これわかるね、サッカーだね、これはサッカー、あ、アイスホッケーか、あ、ね、え、そ、何これ、何送る、何送るのえ、ボーリングとか、え、何早急って、なん、わかりません、これは、な、答え聞いていいですか、ハンドボール、ハンドボールってスポーツですかえ、ハンドボールって何、野球じゃないんですか、ハンドボール、あんまりちょっとこれはわかんない、あ、そうなんですね、ちょっとハンドボールを学びましたまあでも、いや、でもね、終了ですということで、私が正解した数何問でしたっけ、正解は何問だったんだろう、5問ちゃんと正解できました、てかなんならこのハンドボール以外は全問正解でした、やったー、ということでチャレンジと結果成功、え、めちゃめちゃこれも完璧クリアだったんじゃないですか、わかりやすいね、結構当て字というか意味が伝わりやすい、いやー、やっぱね、できるとスッキリする、やっぱ勝ちしか勝たんやろということで、それでは以上、ひとり声チャレンジでした。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件、お送りしてまいりました川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件、あっという間にエンディングのお時間でございます。番組ではリスナーの皆さんからお便りをお待ちしております。メールは番組ページの投稿フォームからお送りください。え、続いては私からのお知らせです。お知らせ一つ目、ちょっと過ぎちゃったんですけど、10月4日の水曜日より、テレビアニメ絆のアリルのセカンドシーズンが放送開始されております。私はクオンとして出演させていただいております。ぜひあのファーストシーズンも含めてセカンドシーズンも楽しんでいただけたらなと思っております。また10月21日と22日の土日に、幕張イベントホールにて開催されるアイドルマスターシャイニーカラーズ 5.5 周年ライブ星が見上げた空に、コメティックのイカルガルカとしてイカルガルカ役として出演させていただきます。こちらはね、両日参加させていただくので、ぜひあの配信、現地のねチケットはもうないかもなんですけど、配信もあるのでぜひ皆さんに見ていただけたらなと。コメティックは初披露なのでぜひ
見ていただきたいです。またこのコメティックのデビュー曲である無自覚アプリよりが先行配信されているので、そちらもぜひチェックしてみてください。その他の、お知らせの方は X や Instagram の方でお知らせしておりますので、ぜひチェックお願いいたします。ということで第46回目放送でございました。いやなんか今日はね、私はね主に四季さんとのご飯のこと、結構なんかあんまりそのなんかオタクムーブをさかますのはさ、よくないことではないけど、なんか私的にはあんまりなんかそれをしすぎるとやっぱ同業者の方だし、なんか先輩になんか、まあ、失礼に当たっちゃうかなみたいな、ちょっとなんかそういうムーブをかましすぎてもあまりかなって思って、そんなに番組とか公の場でこの人が好きでこの人が好きでみたいな言ったりしないんですよ、その同業同じ声優さんに関しては。でもなんか四季さん大好きなので、てかなんか多分分かる、なんとなく皆さんなら伝わってくれるかなって思うんですけど、そういうね大好きな方と大好きな、ね、大先輩とご飯に行けたということで、ちょっとふわふわしておりまして、今日の放送はふわふわちょっとなんかいい気分でお届けしていたんじゃないでしょうかと。結構ねタイムリーな出来事だったんですよ。でもね、楽しかった。あー成功したオタクです。はい、この後いや収録の感想じゃないんかいって感じなんですけど、そういやでも楽しかったです。ちゃんとねチャレンジも成功できたし、チャレンジ成功すると私の機嫌はいいんですよ確かにって言われてるいや本当にそう、結構、露骨にってなるんで、失敗するとぜひ私が成功するチャレンジを考えてください、もうチャレンジしなくなるからということで、この後はチャンネル会員の皆様だけが見ることのできる限定パートでございます。まったり優雅にお届けしていくお時間となっておりますので、皆さんもぜひまったりしに来てください。それではまた2週間後にお会いしましょう。お相手は川口里奈でした。バイバイ。川口里奈の事務所の自動ドアが私だけ開かない件。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。